前回のあらすじ。海外へポスティングした選手の成績が、軒並みボロボロであることに気がついた私は。ポスティング移籍先リーグ最高峰のペナントリーグが、どれだけヤバいのか検証しようとした矢先。たとえどんなにステータスが高い選手でも、日本でとてつもない成績を残したとしても、すべてアメリカリーグへ移籍したと出るばかりで、ペナントリーグへ移籍したと出ることはなかった。ファミ通の攻略本にはペナントリーグがある前提で書かれている。なのにゲームでは出ない。そんなことあるか？しかしもう検証のしようがないそう思ってたその時。吉田正尚、山本由伸の陰に隠れてポスティングしていた宗佑磨の存在が、ペナントリーグの存在を肯定していくことになっていくのである。この3つの写真を見比べてほしい。上が移籍前で下が帰国後である。ペナントに行った野手の上昇能力は全能力の中で上位3つをプラス8。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 そう、宗佑磨。ペナントリーグに。行ってるのである。え？でも上昇する能力は全能力の中で上位3つでしょ？じゃあ肩、足、パワーがプラス8になるってことで、ね、それは違う。選手にはそれぞれ成長限界が設けられていて、一定の能力値まで行くともう上がらなくなるんだ。そして海外移籍した選手は帰国時成長とは別に、衰退期が来るまで海外にいても成長し続ける。つまり何が言いたいのかというと、宗佑磨はペナントリーグでプレイした4年間で、パワープラス23走力プラス2学通に成長した。その後帰国した宗佑磨は、ペナントから帰国した際の成長効果、全能力の中から上位3つをプラス8、の記載通り。上から、肩、足、パワー、にプラス8が振り分けられる。はずが、パワー、肩、足は成長限界に達していたため。繰り上がった残りのステータス。ミート、守備、補給にプラス8が回された。これが私の推理だ。じゃあアメリカリーグに行ってる間に、その能力分成長したと考えるのはどうだ。そしてたまたまミート、守備力、補給がプラス8になった、という可能性も捨てきれないはずだ。いやー、それは考えにくいよ。なぜだ？アメリカリーグから帰ってきた時の成長効果はパワープラス8。宗は海外で4年間プレイしてたから。アメリカリーグに移籍したとすれば、4年間でステータスがパワープラス8分を抜いた。プラス41も上がったってことになる。さすがにそこまでは上がらないと思うよ。思うよとはなんだ。思うよとは結局貴様の予想ではないか。年間ステータスプラス10を4回繰り返せばいい話だろ。そこまで現実的でない数値でもないだろう。論破されたとは微塵も思ってないね。なんかそういうデータあるんすか？って私も思ったので検証してみました。24年の移籍前の能力からポスティングさせないで4年間日本にいてもらい、その間に移籍後のパワープラス8分を抜いた。ミートプラス8、パワープラス10を走力プラス2、守備力プラス8、補給プラス8の計41の捨てが、この4年間の間に上がればアメリカリーグに行った可能性も出てくるし、逆にプラス41上がらなければ待遇でペナントリーグに行ったと証明できる。ってことで検証開始。表記の通りですが名前が長いので、左をオリジナル胸、右をコピー胸と呼称します。誰が梅と頼んだ？誰が作ってくれと願った？あ、こいつです。ご覧いただいてたようにコピー胸は3年間オリジナルが海外へ行く前の能力にしときました。と思ったらパワーがプラス5足りなかったです。編集してる今気づきました。すみません。ただ結果変わらないので気にしないでください。該当してる能力を練習で上げさせること1年半。ここまで育ちました。まだオリジナルの目標値には少し足りないですね。ではここで秘宝です。この時点でコピー胸は育ちきりました。もう矢印が1しか出ません。成長限界に達したかそれに近い状態です。あともう少しが届きません。そしてシーズンオフ、ついにその時が来た。衰退期である、怪我なしでやってるので衰え以外の要因はない。完全に突入してしまったのだ。さらに時は進みオリジナル胸が帰国する年。2年前から守備に補給1かろうじて上がったのみで、走力にも衰えが見え始めた。以上のことから、足りなかったパワー5を加味しても目標値には届いていない。
そして捨て25上昇すればペナントをリーグへ行ったことになり、結果4年間の練習で捨ての上昇分は28。数値的にも理にかなっている。これが宗佑磨はアメリカリーグへは行ってない証明であり、ペナントをリーグへ行ったという待遇証明だ。お前の負け負け。わざわざアメリカリーグへ行ったとは言えないから、ペナントをリーグへ行ったということが証明できたなんてわかりづらいことしないで。移籍前の捨てから4年間の練習でパワープラス23、走力プラス2を上げた捨てに持っていくことができればペナントをリーグへ移籍したと簡単に言えるやんと思いの方もいるでしょう。私もそう思い、もう一度検証しようとしたのですが、早熟になっており移籍前の能力にすらいけませんでした。じゃあなんでさっきあんなに上昇したのかというと、さっきのコピー胸、そしてオリジナル胸の成長タイプは普通でした。今作から成長タイプが変化するイベントがあるので、10回ほどやり直した結果、もともと宗選手は早熟で、条件をクリアして早熟から普通に変化したと思うんですが、前提条件に当てはまってないんですよね。相手オール G で144勝0敗だったのにこのイベントが発生したということはやはり、この場面覚えておいてください。さて、無事にペナントをリーグはあると証明できたところで、なぜわざわざアメリカリーグなんて記載にしたのでしょうか？こればっかりはわからないので予想ですが、おそらくペナントモードの世界観とかを大事にしたんだと思います。急にペナントリーグとか言われてもわからない。それは違うよ。視聴者さんから2016-17にはペナントをリーグへの移籍がはっきりテキストとして出現するとコメントをいただきました。私は2020からやり始めたので、ペナントをリーグが過去に登場していたとは知りませんでした。このコメントがなかったら普通に間違った結論で終わるところでした。素直に感謝です。そして個人的になんですが、このコメントはすごく興奮しました。おまわりさん、コメントに発情する変態はこの人です。死刑を休刑とします。俺が裁く。裁くのは俺のスタンドだ。全体戦。歴の浅い私が検証したその内容に興味を示した先人たちの経験と知識が組み合わさることによって、新たな発見が生まれたこの瞬間はとても価値が高かったというか、この瞬間はまさしく温故知新を感じました。ただし、聞いた情報を鵜呑みにするのは良くないからね。確認も兼ねて検証開始だ。あ、でも私、2020までしか持ってないんですよね。仕方ねえ、行きたくねえが行くか。キラクイン。ふん。1回2回レジ統合して業務量倍になったのに時給1円も変わらないからこうなるのだ。ペナントをリーグに行くかどうか検証開始だ。すいませんでした。この時点で全然編集が終わってなかったのと、この時点で編集欲がすごく高かったので、過去作のアメリカリーグ以外の確認検証は一旦後回しにし、編集しました。そして今ようやく編集が終わり、確認検証した結果、いやん、アメリカ他のリーグ出るまでやれよ。提言はごもっともなんだけど、なんか時間かかりそうなので、これ以上投稿遅らせたくないし、韓国戦見たいから。別リーグを確認してないけど、確認した前提で話進んでいきます。許してください。行くぞ。日本、世界で一番強いのは野球だ。改めてなぜコナミはペナントをリーグへ移籍したのテロップを出さないようにしたのかをまとめると、おそらく先ほどの視聴者さんのコメントに書いてあった通り、大事に育てた選手がポスティングしたら野球未開拓の地に送られることもあり、ユーザー側で不満が募り、それを見たコナミ側が2020年からペナントをリーグへの移籍がアメリカリーグと出るように変更した。すると過去の事情を知らない二重規制の私が、やたらアメリカリーグへ移籍するなと感じ調べてみたら、バレてしまった。こんなところかと思います。私はパワプロ、そしてペナントを愛しているからこそ思うんですが、パワプロは根っこの部分はしっかりしてると思いますが、枝の部分の作りはだいぶ荒いです。
特にシステム面は本当にこの作ってる人たちは、実際にプレイして不便だと思う点を洗い出し修正するという作業を行っているのか疑問に思うことがあります。つまり何が言いたいのかというと、ユーザーのためを思っての修正とはいえ、テロップでカモフラージュして実は中身はテロップと別のことが行われている可能性があるって、バカにしてるとまで言わないけど、ほら、こんなもんでいいでしょ?っていう扱いに感じてしまうのは私だけなんでしょうか。ここは議論が分かれる部分だと思います。純粋に皆さんの意見が聞きたいです。コメントに書いてくれると嬉しいです。さて、少し締めっぽい話になってしまいましたので話を変えましょう、というより帰りましょう。ペナントリーグがあるということはこの問題が復活するんですよ。ペナント超魔教問題。もともとこれがやりたくて調べてたらいつの間にかある内の話になってましたわ。前回合わせ動画時間20数分にしていよいよ本編の始まりじゃーと、その前に2つほど。前回の動画で仮説1は良い成績、能力でも全部アメリカリーグとテロップが出るから違うとしましたが、アメリカリーグでカモフラージュしてることが分かったので、仮説1の成績、能力条件はない、とは言えないことになります。ややこしい。そしてもう一つが、上の二人がポスティングし、吉信は海外で引退、村上は帰ってきましたが成長限界に達しており、帰国時の捨て上昇では、どのリーグへ行ったか判断できなかったので、ペナントをリーグへ100行ったと断言はできませんが、仮説1の条件があるとして、胸のあの能力で行けたとすると二人も行った可能性は非常に高いので、二人ともペナントをリーグへ移籍したという前提で進めます。その上で前回、仮説1の能力条件を確かめる際に行かせたオールS全青金特能持ち選手を引退するまで回して成績確認。いくらペナントリーグがヤバいところだとしても全てを超越した全能神みたいなやつが行くからね。これじゃあさすがに検証として成り立たない。カンスト能力ってこれである。詳しく触れる前に野手も見ましょう。カンスト能力ってこれである。いやまあ、盗塁の数はすごいけどさ。カンストにしては波だよ、波。そして気づかなかったんだけど君たちミート多様だったんだね。じゃあホームラン少ないのはわかるけど。打率低すぎやろ、君ミートと走力もカンストしてるんだからね。これじゃあ前回の動画の村上が海外で残した成績と大差ないね。投手も見ていきましょう。いや、カンストで5、6点台9年間で3回って。それにめちゃくちゃ悪い年もあれば、急に良くなったりする年もあったりして。まるで前回の動画の吉信が海外で残した成績みたいだ。それは違う目的の検証だった。山本吉信があの悲惨な成績になるとすると、ペナントリーグに元からいる選手はどのくらいのステータスなのか、概算でいいから絞りたかった私は。まず12チームを全てカンストチームにし、そのうちの1チームに吉信と、村上を別々のチームにぶち込んで1年間ローテ固定、レギュラーフル出場で回してみることに。ここから数学の証明問題みたいになってくるので頑張ってついてきてください。左からペナントリーグでプレイしている投手、ペナントリーグでプレイしている打者、カンストリーグでプレイしている投手、カンストリーグでプレイしている野手、そして山本義信。この5人のそれぞれの能力や成績を見比べ、序列を決め問題点を発掘します。まず単純に能力的にカンスト投手に義信は負けるので、カンスト投手大なり義信になります。そしてさっきの続きから、結果義信はカンスト打者たち相手に6点台3勝14敗。なのでカンスト打者大なり吉信になります。ではカンスト投手打者、どちらが序列が上になるかというと、規定投球回到達した投手は2点台から4点台に対し、野手陣は2割打者が3、4人他は1割打者という結果に。このことから序列派カンスト投手大なりカンスト野手大なり吉信になった。そしてカンスト打者はペナントリーグ投手に対し2割を切ることはなく、他の指標も対カンスト投手より良好なので、カンスト打者大なりペナントリーグ投手の序列になる。ペナントリーグ投手と山本義信の序列はどっちが上でも関係ないので放っておくとして、さあそして問題なのがペナント打者。カンスト投手はカンスト打者を相手に1、2割台で抑え、カンストリーグの通算成績で見ても防御率は悪くて4点台止まりで、6点台は愚か、5点台の先発投手は12球団のローテ投手全て確認したがいなかった。しかしそのカンスト投手が、ポスティングでペナントリーグへ行くと、3年に1回の確率で、5点台6点台が生まれている。
またこのカンスト投手以外にもポスティングした別のカンスト投手がいるので見てみると、やはり3年に1回くらい悪い年がある。ということはカンスト投手で最後6点台記録させる、ペナントを打者が最高序列になる。俺の時代だ。いや、なんとまさかカンストした打者よりレベルが高いとは。恐れ入ったペナントリーグ。カンスト全得持ちの選手よりも成績を残せるとなると、ペナントを打者にはパワープロアプリみたいに。基本能力上限 UP が施されてたり、金徳のさらに上位互換、二次徳が実は内部データに実装されており、ペナントリーグの打者にだけそれが適用されているなんて可能性も出てきますよ。いやー、ペナントリーグの打者だけがこんなに優遇されるなんて、そんなうまい話があるわけねえよな。この序列の順番、一人だけ矛盾しているところにいる人物がいる。それは山本由伸である。カンストリーグにぶち込まれた由伸の成績は6点台14敗と散々な成績で、その後も5年間回してみたが大きな改善は見られなく、6点台は平均防御率の数値となった。思い出してほしい。彼のペナントリーグでの成績を。確かに6点台は2つあるが、全体的に見ればカンストリーグよりはるかに良い成績を残してるのである。そして何よりカンスト投手と平均防御率はほぼ変わらない数値なのだ。だとすると山本由伸くらいなら6点打にしてしまうカンスト打者を3点台に抑えるカンスト投手の防御率を6点台にまで跳ね上げるペナント打者をカンスト投手並みに抑えてみせた山本由伸ならば、由伸の位置は最高位ではなく、終わらねえ。曲がちょうどよく終わったまでよ。この序列になるとしてもやはりカンスト打者に対して矛盾してる。偏って元の場所となるとカンスト投手の海外成績よりもっと由伸の海外成績がひどくならないと辻褄が合わない。つまりこの序列関係は間違ってる。というよりそもそも序列関係などない。なぜならどの選手が海外へ行っても似たような成績にならされるから。パワプロ2022ペナントをやってる人はポスティングした選手の海外成績を確認してみてほしい。野手はホームラン40本、先発投手は防御率1点台の成績を残してる人はいないはずだ。いました。いやね、この後もかっこいい BGM に乗せて編集してたんですがね、本当に念のため40発以上打ってるやつがいないか確認したら、選ばれたのはしかもこれカンスト選手ですからね。別に他の選手でもありえたはずなのによりにもよって大谷さんって、こいつに不可能はないのか。はい、本題に戻ります。私が推察してたのはですね、カンスト投手でも由伸とほぼ同じ海外成績になったので、海外で残せる成績はその選手の能力に関係なく、開発側が用意したであろう一定の範囲内の成績に絶対に収まってしまうシステムがあると考えました。だって日本の時の成績より高い成績を出せたら海外のレベルの高さが伝わりにくいでしょ。その範囲内の成績上限、つまり一番良い成績を残せたとしても、野手は HR40 本未満、投手は2点台までと今までの検証結果に基づいて予想してたんですが、カンスト大谷さんが見事50本打ったので、私の予想成績範囲並びに開発側がどの選手にも関係なく一定の範囲内の成績しか出せないようなシステムがあるは間違いってことになります。許せコナミ。したがってこの発言も間違いですね。たくさん間違えて信用度だだ下がりですが、いやそれでも下船よコナミくん。だってカンスト野手を1割台に抑え込むカンスト投手が6点台を記録するんだよ。明らかに異常値だよこれ。ペナントリーグの打者が強すぎる説はあるにはあるだろうけど、それを証明するにはカンスト以上の選手がいないと成り立たない。そんな面倒なことわざわざしないよなコナミくん。ってことはだ、海外に移籍した選手の成績はペナントの根本である能力、ステータスから成績を計算するということをしていないことになる。だから私はあんたらが成績を出せる範囲をあらかじめ制限していると思っていた。理由は日本よりもアメリカリーグで大活躍、成績も日本にいた時よりもアメリカの方が良い。
なんてことになったら色々面倒ごと増えそうだよな。あと、普通にとんでもない成績を残したら現実感もない。ただ私が予想した数値 HR45 よりも高い数値を出した選手がいるにはいたので、これも違うと考える。なぜならもし私が成績上限を設定するとしたら、50本には絶対しないからだ。日本でだって50本はそう打てないのに、海外で万が一50本打ってでもしたら、その選手のキャリアハイは海外になる。となるとアメリカリーグは日本以下。なんて解釈もできなくはない。では結局のところコナミは何で海外成績を決めているのか。能力では決めない、こっちが決めた成績制限範囲はない。ただしリーグバランスは守りたい。この3つをクリアし、なおかつ複雑でない設定。闇に電流走る。成績で成績を決めている。日本時代に残したキャリアハイの成績を越さないような設定にしているのであれば、カンスト投手が6点台残したのも、吉信と同じような成績になったのも、大谷が50本打ったのも頷ける。カンスト投手も吉信もオール G 相手に投げていたため、どちらも日本時代のキャリアハイは25勝防御率 0.00。投手はどんなに良い成績でも特に防御率は数値的な差がつきにくいので、結果に多様な成績になった。対して打者成績は増える成績であり、カンスト大谷さんは日本でオール G 相手に89本打っていた。なので日本時代の HR89 本を超えないように海外 HR 成績が決められていたので、例外的に50本という高い数値が出てしまった。これが私の推察である。そしてこれが事実なのであれば、普通にペナントをプレイしていたら絶対に海外では日本の成績を越す活躍ができないということである。これはペナントを愛し、様々な選手を送り出してきた私からすればとても悲しい事実です。海外志向が高く、三冠王、優勝を置き土産に異国の地へ挑戦しに行った勝野。ミート多様で王貞治の HR 記録を塗り替え、日本の野球ファンの期待を一身に旅立ったキング安原。他にも数えればキリがありません。旅立った選手たちは、システムという壁により、現実の大谷さんやイチローさんのように、日本時代より成績を残すことは絶対できず、おめおめと日本に逃げ帰ってくるか、悲惨な成績でキャリアを終える姿しか、見ることはできないのです。って思ったら、リアル鈴木誠也が海外で打点と安打のキャリアハイを記録してました。ってことは理論上、私がさっき話してた海外で日本時代の成績を越すことは絶対できないも間違ってたことになる。とはどうしても思いにくい。鈴木誠也は MLB 移籍しているので、パワプロ内ではアメリカリーグに移籍しているという設定だとすると、アメリカリーグとか他のペナントリーグよりレベルが低いからキャリアハイ残せるみたいな設定があってもおかしくはない。私のデータに残っているポスティングしたオリジナル選手の成績は誰もキャリアハイを残してはいなかった。ってことは、実在してる選手、転生選手は除くはキャリアハイを残すことが可能？しかもポスティングした選手全員確認したのに、打率と HR の海外キャリアハイ選手は確認できていない。ということで、ここまでやってまだ結論は出なさそうなので、今回の動画は一旦ここまでにして、皆さんにお願いがあります。私のツイッターに皆さんのペナントデータのポスティングした選手の成績の写真を送ってくれませんか？大量のデータがさらに必要なのは分かったんですが、私一人では限界を感じました。それにもっと違う動画も作りたいので、これにかかりきりになるわけにもいかないんだ。どっかにリンク貼って固定ツイにしとくので、そのリプランに送ってくれても構いませんし、こういう成績を残した選手がいるからこういう考察をしましたっていうのも聞きたいので DM に送ってくれても全然構いません。もちろん写真だけでも構いません。とにかく大量のデータが欲しいです。お願いします。はい、ということでようやくこの動画を一旦終わりたいと思います。編集してる最中にいろんな考察が生まれたので長くなっちゃいました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。もう泣いてー！まだ終わらねえ！皆さんはレアハンターマラリアさんというチャンネルの、この動画を見たことがあるだろうか。ざっくりまとめると、ファミ通攻略本の歌い文句である大丈夫ファミ通の攻略本だよが大丈夫？ファミ通の攻略本だよ？とネット民に。皮肉られているのはなぜか、詳しく深掘りした動画で。
サムネの誤字まで丸写しは、他の会社が行ったことであるが、インターネット黎明期であったため当時の人たちが攻略本の誤情報が多かったファミ通がやったものだと。勘違いしたまま現代にまで訂正されることなくフレーズだけが残ってしまったというめちゃくちゃ調査されたとても価値の高い動画です。前回の動画からちょくちょく挟んでましたが、パワプロの攻略本もファミ通が担当です。私とんでもない重要なことを攻略本を見て発見しました。ただ、さっきのペナントとは違い、間違いないという確信はないですし、私の考えすぎということも全然あり得るのですが、ただファミ通ならやりかねるかもしれない。言ってやる。俺はもう知らんぞ。パワプロの攻略本。攻撃しないでコピペしてません。